まあ、実際第一章ってすごい長いんですよ、半分ぐらいが第一章ってわけのわからないもんだから、でもゲームの歴史書いてあるからちょっとありがたいかなっていうね気もなんですけど、ね、で5ページ目の終わりからみたいな感じに多分なると思います、うん、5ページ目とか書く方の終わりから、はい、そうですね、問題数1から、はいはい、で前回までが、まあ、ゲームの始まりから語ってて一応チェスからウォーゲームになってきたよみたいな話をしてたと思うんですけども、ページ言うと何ページ？5ページ。5ページ。一番下の本ライスビーって真剣に取り扱われたウォーゲームっていうところです。で今まではだから18世紀だったけど今度19世紀に話が入っていきます感じですね。先にさらっと言っちゃうと19世紀に入るときの大事な出来事ってフランス革命の後の戦争の時代ですけど、まあ、要はそれをちょっと頭に入れて話を聞いていてください。まあ19世紀に入るとウォーゲームはヨーロッパ中に広まったと、ドイツでできてたものがヨーロッパ中に広まったっていうのが大事なことで、まあ、なんで広まったかっていうとフランスにプロシアが勝ったからという非常に分かりやすく単純な理由があって、要するにその勝ちパターンなんでって研究すればドイツのやってることはいろいろ影響していくわけですよね、うんうん、で、まあ、その中心になるプロシアの文民であった軍事顧問の、つまり軍人じゃなくて軍事顧問をやってるフォン・ライスビッチさんという人はこの戦争チェスのゲーム版っていうのをやめて仮に実際の地形を使って、まあ、この場合浮き彫りにしてって書いてますけど、要は砂の何て言えばいいかな、箱庭を思い出していただければ一番分かりやすいと思いますけど、砂で地形作ってまあ何か建物とか置いてそれを地図代わりにしてっていうのを始めたわけです。これ全体の大きさってどうかな、多分これぐらいは、あの、いろいろあるけど、この机ぐらい4枚分とか平気で使ってたりします。でかいですよね。あのなんだっけ、靖国神社に開港文庫っていう陸軍の開港文庫、あそこに確かね、なんかね、なんかこれの これじゃないけど、そのサバンの演習のルールとか、あとはそのサバンってどんなものとか書いてあるのあったはずなんだけど、ちょっと探してくるのが億劫でちょっと行かないで申し訳ない。なんか機械探してこなきゃと思うんだけど、大体1平方メーターぐらいのイメージでいいですかね、あとなんかのゲームにソ連軍がこのサバンの演習やってるもっともらしいシーンの写真載ってるのが何かのゲームで、アブロンヒルのゲーム今使ってるんです。ちょっと見つけたら来週あたり、ああ時間あたりでちょっと見つけます。あ、まあね、はい、いや大丈夫です、うん、でまあそれはそれとしてまあ駒が木製で、まあ、当時の舞台の正面幅を追ってこれは要するに大体横に並んで何メートルって決まってるから、どれぐらいの舞台だと縮尺に合わせてるってことですよね。どれぐらいの縮尺になるかな、これだと多分100分の1とか500分の1、500いかないでしょ、100分の1ぐらいでしょうね。でまあ、このライスビッツさんが考えたゲームはフォン・ライヒっていうプロシア軍の若手士官にこう見つかるってことで、つまり着目されるわけですね。あ、なんかこれ使えるんじゃないかなみたいに。で運よくそのライヒさんは士官候補生の指導、まあ、教官 でプロシア王子の教育部を携わって人だったんで、これを積極的に、まあ、なんていうかな、体験学習の道具に使用的な意味で士官の間で広めてたわけですね。でまあ王子の方に教育に使ってるから国王の興味を示して、でちょっとここ私発表者中で入れておきますけど、ちょうどこの時代ってドイツ参謀本部が誕生した頃なんですけど、ここでドイツ参謀本部で何とか説明するとすごく長くなっちゃうんで端折りますけど、興味がある人はあんまりいい本じゃないけど、渡辺さんのドイツ参謀本部読んでください。文庫で読めるんで。でそれが嫌だったら、学研が昔ドイツ参謀本部っていう、その、渡辺さんのパクリ元のネタ文訳して出してたんで、それも文庫で出てるからちょっと探していただければありがたいかな。多分神田畑駅は普通に売ってるんじゃないかな、まだ、その本屋で。でこのサバンってやつを国王にちょっと見せる話になったけど、これがなかなか自分で改良を始めちゃったんで3年かかったよみたいなことを書いてあります。でまあこの時初めて見た国王の印象がなかなか面白くて、核のようなたくさんの駒の形を見て少なからず驚かされたと、なんていうか、えこれ これでやるのみたいな感じを多分受けたんだと思います。でこんなもんが本当に役に立つのみたいな
あ、でここであの大きさ出てますね。駒が3インチだから結構でかいですね。75センチちょっとあるから。3インチ、10センチ。一つの駒が何を表してるの？舞台をっていうからこれだと中隊とかそれぐらいじゃないかな。中隊だと大体200人ぐらい。でまあ広さは6フィートだから。1.8 ぐらい、やっぱりこの作り 1.8 の中にこの10センチのコマを置くわけですよね。そういうことですよね。すごいな。大してた広さにはならないってことですよね。でも縮尺的に言うと、うん、これよりちょっと大きいちょっと大きい程度で、これぐらいなんだろうな、しょうかな。そのところに携帯みたいなスマホ置いてこなくてなんだ、迫力重視なのかな。でマス目がなくなっちゃって、その代わりに地形を表すこうまあなんかなんていうのかな、まあ、タイルみたいのが置いちゃったりという、うん、要するに地形はまあ石膏で作っちゃって、あの道だったり村だったりかなんかをまあ色分けして、要するに緑にしたり青にしたりってことですよね。でポンポンポンと置いて、まあ、道だったらザザラザラって並べるんでしょうけど、要は自在に作り替えができるっていう肝ですよね。これで距離を測るデバイダー、これでまああのここからここ打つよっていう時に距離測って、まあなんて言うんだろう、今だったら三角スケールとか言った方が分かりやすいけど、要するに縮尺計算しないでもディバイダーで測って、それが実距離の表し方ができちゃうというようなことをして、で面白いのが奇襲攻撃を表すために隠しておく駒を隠す箱も別にあったよみたいな、その辺がちょっと面白いところですね。あ、僕あるんですね。うん、それが面白い。つまり見つかるまで分からないっていう、でそれだからどうやって動かしてるのか説明がないから今一つピンとこないんですけど、私も隠したのもだから紙かなんかに書いておくんでしょうね、どこ、どこ動いてどこ動いてって、はいはい、うん、あるいは動かないでこの森の中にいるよ的な表し方を多分してたんだと思うんですけど、でまあプレイ開始、あの一般が一般概念ってなんでこんな訳してるのかよく分かんないんだけど、私もまあまあなんか想定があって、でまあシナリオはだから分かりやすいですね、意味としては。だいたいこういうこっちの舞台にこれぐらいこういうんで、こっちがここぐらいにいて、でお互い前進してきてるよみたいな設定が最初、まあ、これゲーマーの人間にこれ今更言うと言わなくても分かるよねって話なんで、まあとにかくあって、ただまあこの時代だからシナリオという考えがゲームに入ってきたというふうにちょっと認識していただけると、この考えないと後の RPG もないしもろもろないでしょうから。で移動に関するルールっていうのがあるんですけども、まあ定規使って単位があたりに これぐらい動けるよとかってやるんですけど、戦闘結果どうやって出すかって実はなかったんですね。だからその意味でゲームって言い切れないんですけども、どうやって決めてるんですかね。だからそこはまあこの舞台とこの舞台が出会って戦闘するとしますよね。じゃあどうするっていうのは、おそらくこれ士官が集まってるから実際攻撃的これぐらい損害出るよねとかって話し合って決めた、ということになるはずです。でまあこれがちょっとプロシアを確かに言うと言い切れないね。いやそれだってゲームっていうに甘いルールとして雑じゃないですか、話しついちいち決めて面白いけど、お前のアンバイやんけみたいな話、それで競技性はちょっと無理があるので。でもね、ゲームマの野球ゲームでそういうのありましたよ。一般的に野球の規則にのっとって処理しますって書いてあるゲームがあって、またユニバーサル野球協会の話があって、なんか2人で野球、2人用の野球ゲーム、まあ、野球のやつはね、キャンピングボールパークとかは野球のルール載ってないですか、そう知ってる。でもそれはそれで面白い。バロンヒルも野球のゲームを、ああありましたね。なんだっけ、ベストスーパースターベースボール。スーパースターベースボールか。ベイブルースとかをプレイできる。それでまあ1820年代になると、ということはつまりナポレオン戦争が終わった時代ってことなんですが、ヨーロッパが平和になって。ゲームの新鮮味を失われとか、まああんまりそんなことやって訓練してもねみたいな時代に。なんていうのかな、平和な時代だと軍人って暇になるからかなんか知らないけど、あまり勉強しなくなるんですよね、どこの国も。まあ今もだからあのロシアが攻めかかってみたらざまあないことみたいな感じになっちゃってますけど、あれやっぱり平和続いてちょっと半分ぐらい僕できてないけどね。ロシアは。ああ、はい、ロシアもあれでしたね、あの貧しい人とか少数民族の人とかを前線に出してる。あれも結構ありがちな話ですね。アフガンぐらいのアメリカって逆に、なんて言われてたじゃないですか。政変からこう徴兵ですってみたいな。まあちょっとその話は、まあ、話はちょっと違うんで、バキンソイちゃんとやりますけど。で、まあライスビッツさん、まあこのゲームっていうか、まあ演習のキットの生みの親のライスビッツさんの子供の
これまたや、ライスビッツ大尉ですね。こちらは軍人です。この1824年に父親のゲームを少し改訂して、何をどう変えたかっていうと、サバンだったものを8000分の1の地図を使って、よりまあいわゆる図上演習的な方向に振ってきたわけです。あ、ちなみにサバンって今の自衛隊は分かんないけど、一応今でもありますよ。簡単に作れるので。それは簡単に作れるっていうのは戦地で作られてきますね。うん、現地で作れるし、箱があって砂があればもうお手軽に作れるので、はい、子供の遊びとどう違うのか子供の遊びって遊びだけど、プロがやると仕事になるじゃないですか、極端な話。まあまあそれはそうですけど、検討材料として使える。要するに相手比嘉の石とか分かりやすいじゃないですか、山とか。これ私が何を言いたいのかよく分からない人は、ね、3D でもあるか、スタバンだと。まあ 3D ですよね、今で言えば。なるほど、うん、地形って地図見てもやっぱり分からない人って分かんないんですよ。それが模型でジオラマ作られるとすごくよく分かるっていう。確かに戦争映画とかでそういうのやってる時はあります。やってますよ、ね。なんだっけ、今の大河ドラマでもやってましたよ。あ、そうですか、ね。うん、生ぐらいだったかな、あれ。何の大河ドラマって何ですか。鎌倉、あ、ゲッペ河川始まったあたりでやってましたよ。じゃあ、1000年前からやってるわけ。いや、あの時代に本当にやってないから、それは知らない。前回やりましたよ、だから。あれはあくまでも、三谷幸喜がそう面白いから取り入れてやってるだけで、それは本当にあの1000年前にやったかどうかは。いや、だからそういうね、大河ドラマだから交渉しなくていいっていうのは、あかんですね。交渉ついてるからね、何かあるのかもしれない。西又さんでもそれなりに有名な人がやってるから。小座が下ろされたって思ったんですね。あれ小座さんでしょ。あ、小座さん前でしょ。あ、その前か。うん、失礼しました。アホなこと言って下ろされちゃったから伊藤君がゲームの監修してる。ああ、そうですよね。あ、そうなの、ね、うん、あれ名前出てびっくりした。あれじゃあスゴロクの場面とか。そうそう、スゴロクの場面。じゃあバンスゴロクに関しては正確だってことですね。正確、うん、正確だし、あれちょっと攻めとしないでうまく引っ掛けたりはしてるんですよね。まあそういうとこは知らないけど、うん、ルールは正確ですよ。じゃあサバンもやってみますか。まあだから交渉をそのまま乗せ、その交渉通りにやってるかどうか別の話ですよね。分かりやすさで結構変えてるところもあるみたいなんで、うん、まあそれはさっき言った現場の都合ってやつ、うん、サバンって言ってイディオサバンのサバンばっかりあ、でも考えたらカタンってこれっぽい、あれも大量の置き換えとかってあるわけじゃないですか、ね、やっぱりアイデア的にその辺からなんか流れてきてるの、ドイツだしあの 3D があるもんね、ちゃんと、そうか、カタンは 3D ですね。そうです、私も今気づいたんだけど、じゃあ話を戻しますで、ライスビッツの息子さんの方は、まあこの人軍人だから戦争体験あるわけですかけども、実際 の, あの軍事作戦のもっと細かいところを、まあ、だから地図も使ってるわけですけど、導入して、まあ、より実用的なものに要するによりシミュレーション的なものにできないかと工夫したわけです。でここで初めて戦闘の効果を数量的に扱って、要するに戦力3と戦力4が戦ったみたいな。で戦闘結果今までに話し合いでこういう場合こうなるよねってやったのを計算でちゃんと厳密に出すようにっていう考え方を取り入れて、そうなんですよ、随分新しいなっていう。いわゆるシミュレーションゲーム、ここでようやく、これ私が思うに背景的にやっぱり数学が発達してきてるっていうのがあると思うんですよね。しかもこの人砲兵将校だから弾道学とか物理にはかなり詳しいはずだし、ってことはつまり微分積分やってるわけじゃないですか。弾道は微積ないと絶対できないから、でまあ、この1822この新しいゲームが出まして、プロシア王子もこれに貢献してて、多分テストプレイとかしたんでしょう。でまあ、クリークスシピールとして、まあ、要するに平均値ですね、日本語に訳しちゃうと、ね、このクリークスシピールを平均値って訳す場合があるし、戦争ゲームって訳す場合もあるんですけど、なんだっけ、戦争映画の史上最大の作戦か、あれでドイツ軍が連合軍が乗る前に上陸してくる前夜に戦争ゲームをやるために将校が集まっててっていう訳し方をしてるのは間違いじゃないんだけど、非常な誤訳だっていう。まあまあ、クリークスピールはまあそうですね。平均演習の単に遊んでるに見えちゃう。いや、でもまあ、これはでもドイツ人がこれをクリークスピールって言ったのが問題なのであって、この方がむしろ。もともとはでもまあゲームだったわけだから。クリークスピールって言われたら戦争ゲームと以外に本来は訳しようがないわけですから。直訳したら戦争遊びだから。これはしょうがない。そう。でも日本人が戦争ゲーム、まあ、e スポーツかスポーツかっていう議論と一緒で、受け取る意味合い変わっちゃうじゃないですか。ただ、まあ、やってることは戦争ゲーム、確かにそうなんですけどっていう。じゃあ何のために何をやってんのっていう。
多分日本語に今やるならシミュレーションといった方が分かりやすいんだよね。そうですね、シミュレーションといった方が、まあ、だからその歴史が張り付いちゃってる言葉だから難しいんですよね。難しいですよね。ドイツ語のあれ一語ですよね、クリックシュピール一語です、はい、ドイツ語の特有 の、 あの増えていく感じで、うん、だからクリックシュピールっていうのとシュピールっていうのは交換が違うんですか。いやでもこれ結局ここで19世紀にクリックシュピールはゲームではないみたいな懸念がずっとあったことでそういう話が多分出てきてるわけなので、いやその文脈がないと別にやっぱりクリックシュピールは戦争ゲームですよ、もちろん、当然多分なゲームっていう言葉の意味合いが日本では変わっちゃってるんで、そうですね、だから、まあ、難しいですよね、その、うん、それ19世紀の議論があった上でのクリックシュピールなのか、それを特にそういうのがない中で戦争ゲームっていうのとやっぱり全然言葉の響きが変わっちゃうので、まあ、訳としてやっぱり間違ってはいないんだけど、うん、難しいもんですよ。うまく訳せるかっていうとちょっとね、平均集って訳したとまた堅苦しいと思う。それこそ平均集は本来は間違いなわけですから、クリックシュピールの訳としては。うん、まあ難しいですね。でまあ、この新しい試みっていうのは当然ながらフル株の人には不況だったと。はい、まあ、今私がそのふりしたのも要するにフル株の士官から見たらそれ遊びじゃないかっていう、それが不要な原因なんですけど、まあ、ある将軍が実演 してるのを見て、これがだからちょっとね、あの原本からもともと引っ張ってきてくるわけで、これはゲームではないっていうと、なんか何を言いたいんだか分かんなくなっちゃうわけですけども、ああだからいいのか、これはゲームだよ、これは戦争のための訓練だ、だからいいんですね、うん、要するに遊びじゃないっていうことを言いたいわけで、私はこれを取り入れなきゃならないって、要するにこれ擁護派の方ですね、うん、スピードゲームだからこうやって言ってるわけですね、そうなんですよね、ゲームやっぱり遊びってイメージがちょっとあるからってとこですよね、うん、前提で。でまあ陸軍州法っていう陸軍部内の雑誌で、あちなみにこれの陸軍州法の明治代ぐらいのバージョンは日本語で読みますよ、海空軍庫に入ってるいくつか、うん、読んで面白いかどうかは分からないですけど、うん、ドイツ語特有の問題もちょっとあるかもしれないですね。ドイツ語の、ゲームと遊びの区別を言語でつけない、つけないね、このゲームではないは結構その、まあ、なんかゲームと、プレイ の区別のある言語だったらこういう方には多分ならないタイプなんです、うん、そうなんですよね、まあ、陸軍商法で要するに陸軍部隊に進めたと、遊びではないっていう言い方なんだろうね、なんでしょうね、うんうん、日本語だとまあお遊びじゃないぐらいのまあ、日本語がそのゲームっていう概念自体がちょっと、まあ、後付けで入ってきてるもんですね、ゲームって日本にないもんだから遊戯じゃないわけで、でまあその記事の中で戦闘におけるリーダーシップに関わることを理解しているものであれば誰でも、まあ、要するに将校なら誰でもってことですけど、これ、例えばゲームについての事前知識がなくても、まあ、あるいはまたやったことがなくても、あのゲームの中での大部隊とか小部隊の指揮官がこれを実行することができ ますよと。これだからさっき あのゲームデザインの話とはだいぶ次元が違う話になっちゃいますね。あれはちょっとそういうニュアンスじゃなくて鉄則例とかいろいろあって、うん、要するにルール知らなくても軍事を頭の中にある程度入ってる人はこの駒でここに動かしますとかそういうことはできるよということなんですよね。これルールがあって細かい動かし方どうかっていうのはそのルール自体詳しい人に聞いてちょっとやってもらえばいいだけで、自分としてはここをこうしたいって、まあ、戦略的なことは差配できると。でまあ宣伝文句ですけど、ライスビッツは戦争という激しい厳しい現実とゲームの軽薄さを統合させた、これ本当に軽薄って書いてあるのかなって気がするこれもそのまま読んでいいのかな、まあ、これ役はこうなってるんでね、とりどし言いようがないんだけど、まあ、意味は通ります。言いたいことは分かりますけどね、はい、まあこうやって宣伝に努めてみてもやっぱりプロシア軍の中でも理解を得ることがなかなかできなくて強制されるのがあったと。でライスミスさん自身もこれだけの新しい新基軸を打ち出したけど、結局うまくいかなくて左遷されて、まあ不遇のまま世の中を去ると、まあ、そういうことになってしまいました。でまあそんなクリークスシュピールですが全盛期を迎えることになります。途中の 賛否両論がずっとあったわけですけども、ライスビッツ、だんだん軍内に広まって、モルトケ将軍という、まあ、有名な将軍がいるんですが、あのなんだっけ、デンマーク戦争と不法戦争と仏戦争の3つの戦争に勝った人、あの大モルトケの方ね。モルトケはそう、モルトケは新書で出てるじゃないですか。ああそうそう、本ありますよ、モルトケ、うん、それは読みました、うん、それの一大戦の時じゃない方の人のモルトケですね、うんうん、有名というか、ね、まあ大事な方の人、まあ、そのモルトケ将軍もこのクリークスシュピールを愛好した一人で、まあその間にクリークスシュピール自体もいろいろ細かいルール改定というかデベロップがなされていましたよと。
でその一つの例が1877年に出されたナウマン隊の四段のクリークスシビル、まあ、ナウマン隊って人が考えたら四段の規模でゲームができる、ゲームっていうかあの演習ができるクリークスシビルってこのタイトルなんですけど、これで、まあ、ここで戦闘における火力の投射、要するに何人と与えたら何ダメージ受けるよみたいなことが定量的に決められるようになって、まあまあ演算処理でその振り幅がまあ調整されるようになったと、まあ、だいぶシミュレーションゲーム的になったし、まあ、ちょっとオペレーションリサーチ的にもなってきてるのかなと。で、まあ、この時代らしいんで対数表が必要でしたと。全くないですからね、ポケコンもないし、もちろんパソコンなんかない時代だから。計算じゃ終わったのかな。え、計算で変わったんじゃないですか。計算で変わったと思いますよ。もう明治時代ですからね、日本でいうと、うん、まあね、対数表だからね、むしろ対数表を見る方が大変だと思うけどね。製品版があるわけじゃないんですよ、ね、ない、うん、だからやるたびに作ったんですかね。どういうあれしたんですかね。これはね、いや作ってたんじゃないかな。あ、やるたびにというか、ある程度何セットか作ってみたいな感じで、うん、あの証拠クラブあるじゃないですか、うん、そういうところに置いてたみたいな。お前にされてるのがあったね。駒、うん、はまあなんかそういう共通のストックみたいなのがあって、うん、でマップとかはまあ地図だからそんなに大変ではない。マップは軍用地図普通に使っちゃえばね、うん、それでいいから、うん、なんか7人なんかいいですね、その軍用地図、地図を使えばそこでゲームができるみたいな。そうなんですよ、便利ですね、うん、何でもゲームになるみたいな。そう、これはやってみたい感じがしますよね、うん、計算機なんですね。この計算機ってあのぐるぐる回す計算機ですか。この時代でしょ、多分これでしょうね。そうですね、こうやってガーってやるやつですよ、うん、タイガー計算機だけやね、うん、うちの父親あれ使ったことあるんですけど、エンジニアの部品とかに行きゃ動くものが売ってるんですか。あるとこにあるんじゃない、日本のことだから。あるとこにないそうです。なんだっけ、ヤフオクで探したらあったりしてね、あ、うん、多分昔のじいさんが使ってましたときのが出品されてる可能性なんだ。使い方わかんないからね。そうですね、あれどうすればあれがなんか足し算とか掛け算とかできるんでしょうね。メルカリで買って確かめてみたいんですか。あれマウス確か足し算で逆回しが引き算で掛け算がどうやんだっけ、なんかガチャって桁変えてやるんじゃなかったかな。聞いたことあるんだけどもすっかり忘れてしまった。計算尺は見たことありますけどね、うん、計算尺は、まあ、計算尺はまだ一応売ってるのかな。売ってるじゃない、売ってますよね、確か、うん、私はや習いましたよ、学校で。あ、習いました、教科書にですけどやりませんでしたね、私の時は。もういや、そういうことなんか対数のなんかとかで、うん、でまあそうですね、あ、でこれにそのまま続いてアンパイアが計算機に変わられたと。要するに討議して決めるからに計算機でちゃんと出すようになって、うん、で代わりに与えられた条件によってどの係数を採用するか決めることっていうのは、要するに地形の、まあ、今で地形の効果を反映させるとか、建物の中にいたら当たりにくいとか、まあ、先行もあったのかな、もしかしたら。コメントが来てる、軽薄さの、元の単語はフリビアスですね。でフリビアスは、だからあのあれですね、あ、だからなんだっけ、あの人フリビアス、あのあキリギリスの哲学の人が、ああの真面目っていう言葉を使ったスーツは真面目っていう言葉を使って、それの反対語ですね、まだ真面目ではない、軽薄ってそれは確かにそうだけど、いい加減じゃないぐらいなんでしょうね、うん、軽々しく来てるわけじゃないっていう、うん、でまあ計算、計算が導入されたのか、これじゃあ一回切りまして、はい、でまあ、クリックシビルという自由さと厳密さの対立っていう、これも結構今のゲームに関わってくる問題じゃないかなと個人的には思ってますけど、1866年に不法戦争にドイツが、プロシアが勝利して、ついで1871年に仏戦争にも勝ちましたと。でちなみにこれ仏戦争に勝った年にドイツが統一されてドイツ帝国っていうのが生まれます。でヨーロッパ世界の軍事関係者は当然のこととして、この戦争に勝ち続けたプロシア改めドイツってどんなことやってるのかなというふうに注目をすることになって、クリックスピールもここでヨーロッパ中の軍隊にもっと広く注目されるようになっていくわけですが、実際に役に立ったんですかね。どうなんでしょう、実際の効果っては難しいですよね。役に立ったと私は思ってますけどね、あの この本と関係なく森時の本とか読むと多分役に立ったんだろうなっていうのは分かるんですけど、狂気的効果っていう意味でね、シミュレーションっていう意味じゃなくて、
でも1876年にドイツの軍事評論家で、これは軍人の人のやってる軍事評論家ですけど、ベルディって人が今でいうところのウォーゲーミングっていうものに言及して、ベルディは表を取り扱って損害を計算して、まあいろいろ物事をやって、要するに数値的に処理していく困難さに、あ、まあ困難さがウォーゲーミングやった時の問題点だと考えたわけですね。要するに人気がいまいち上がらないのは面倒くさいからなんだろうなって、数値処理はやって、まあ、対数表を使う時代ですからね。で当然それに対してルールもいっぱい必要になっちゃうんで、こういう場合はこういうふうな計算してこうやるんでってのだんだん数学の教科書で書いておかなきゃいけなくなるんで、まあ何が大変って OR の教科書的なもん読めば何言ってるのかよく分かると思いますけども、こういった規則とかあと諸々の表を取り除いた方がゲームとしては有用性が増すであろう、うん、要するにもっと簡略化した方がゲーム的にはいいんじゃないみたいな意見を出したわけですね。まさにこれデベロップの考え方かもしれないです。いらないものは削れという、うん、で、まあ、規則というかルールの煩雑さを取り除くところで、じゃあ戦闘の結果の出し方とかどうしようかというときに出てきた場合、これは軍隊らしい解決策ですけども、モルトケと、まあ、その部下がの幕僚が参謀たちが考えたのが参謀旅行ってやつですね。あの戦場になったところとかなるかもしれないところに行って、そこで実際このゲームをやった上で、で実際によってじゃあこういう場でこう 対戦したらどうなるってことは、そこである程度地形見ながら討議する。これでまあこれモルトケだけど、このやり方って日本の参謀本部にも入ってくるわけですけども、有名なのが司馬太郎の「栄の雲」に出てくる、あれ誰だっけ名前忘れちゃった有名なドイツ人が、あ、メッケルだ、メッケルさんの話、逸話なんだけども、多分この話嘘なんですけど、メッケルが関ヶ原の戦場に日本陸軍大学官の参謀の卵を連れてっていろいろこうやるわけですね。ここは東軍がこういて、西軍がこういて、で結果はこうなるだろうみたいなやつで、その配置を聞いて、あ、これは西軍が勝ったんだろうみたいな話をして、いや実はっていうような逸話があるんですけど、多分間違いだろうなと逸話なんだけど、事実じゃないっていう、まあまあ、要するにそういうやり方ですね。で大事なのはその時実地に、まあ、部下連れてくから、あ、部下とか学生を、こういう場合君ならじゃあどうするねって質問するわけですよね。災害教育じゃないけど、うん、でそれに対して当然回答回答で自分ならこうします、うん、それに対してモルト系はいやいやそれはこういう点でまずいんじゃないかとかってやって指導していくわけですね。なかなか教育的ですね、うん、いや自治教育、自治教育なんだ、自治教育の根っこって意外とこんなところにあったのかもしれないけど、まあその前のもう本当に広いところは哲学者のなんだっけ、ギリシャの哲学者のアリストテレスの先生のソクラテスか、あの辺からでしょうけど、あれ対話してるじゃないですか、うんうん、まあ、この頃のドイツって哲学流行ってましたからね、影響がないとは絶対に言えないと思いますよ。あともう一つ、目的に応じて戦術的な細かいところはもうオミットしちゃった戦略的な、要するにさっき言ったまあ戦略は運転だったけど、決心、決断、うん、そこだけを絞って、あと方向性を決めちゃった、うん、どう決めるっていう方向性を、そこに絞ってたゲームを、もっと簡単な図上演習を考えたと。だから縮尺材質縮尺で、まあ、うん、さっき8000分の1だけど、今度は10万分の1とか50万分の1とかで、もっと国策にかかるような、じゃあこうしましょうみたいなことをやるゲームも、でこれは サイクロ使わないって書いてもね、損害の表みたいとかも使わないで、まあ、だからこう動いたら相手はこう動くから、これやばいよねみたいな、そんなやり方してるゲームらしいです。その代わりアンパイアがいて、結果に出してなんていうかな、客観的な立場でこういう風になるんじゃないっていうことをやってたそうですね。サイコロ使わないでこういうことをやって、まあ、アンパイア省いちゃうと、ディプロマシーが実はこれっぽいところはちょっとありますよね。あれは王兵が勝つじゃないですか、うん、でまあ、厳密的なゲームの複雑さ、つまりゲームが煩雑で嫌だって人も新しいようなゲームに飛びついて、でまあ、パーラーさん何に言いたいかっていうと、シミュレーションゲームって難しくなるじゃないですか、どうしても細部追従していくと、でそうするとプレイ入ってこないと、じゃあ簡単にしますみたいなところで、要するにそのシミュレーションゲームが未だに続いてその葛藤がここから始まったんだよっていう、簡略化した方がいいのか細部求めたいのかっていうのがいつまでもついて回る、まあ、逆に言えば簡略しちゃえばユーロ系とかドイツ系ぐらいに簡略化もできるわけで、まあ、そんなことを多分パーラーさん言いたいんだろうなって勝手に思ってますが、でまあ20世紀に入るから、だからこういった意味でゲームってもういい面も悪い面も出てきたと、すでに。で、まあ、セイヤーってこれ確かイギリスの人じゃなかったかな、頭上演習と、あの
小鳥と狼のゲーム持ってきましたが、はい、出場演習の写真がある。あ、出てました。サバネとかないかな。あ、ちょっと見せてください。頭上演習で、あ、これどっちも頭上演習だな。潜水艦なんでサバンは使わないの。ああ、そうですね。これあれか、あの、アバの日の創設者があって、そう、チャールズ・ロバーツ、うん、あ、サバンはないな。その代わり、あの、船の模型と、あの、地図の代わりに海賊じゃなくて、あの、板の間でプロットしててっていう。そのやり方何がいいってプロットしてるじゃないですか、航跡を。あれ後で解析ができるんですよ、はい、何分何秒の段階でこう動いたら実は間違いじゃないかとかって。ああ、あの普通ゲームやると駒動いていっちゃうから、はい、よっぽど記録取らないと過去のリプレイは分かんないじゃないですか、うんうんね、今 GBW のトリプラネタリーを研究してますから。あれはだから航路が、はいはい、あれもとんでもないゲームだから、とんでもないゲーム、うん、そうそう。あ、で、そっか、頭上演習か。で、まあ、頭上演習って言葉使ってやめた方がいいんじゃないっていう。で、あと、演習だったら強制というゲーム的側面やめんじゃないっていうような主張も出てきたりして、で、ゲーム的側面追求したら演習として何が悪いかというと、プレイヤーのうちのどっちかが勝つまでやりたがる。それって演習としては違うよねという問題が出てきちゃうわけですね。ゲームなら確かにそれでいいんだけども。頭上演習の目的ってのは戦争、競争をやることじゃなくて、あの、データ通りだから、本来的な意味では、まあ、そのやり方はまずいよねみたいな話が出てきて、で、うん、なんていうかな、ここだからいきなり大ゲーミングの話が出てきちゃってるんですよね。パーラさんの書きとかあんまり良くないのかもしれないけど、で、なんで大ゲーミングやるかって、要するに数値で計算して結果が確実に出る世界じゃないから、振り幅がありますからね、現象には。それをどうしても知りたいから、要するに確実性の欠如があるからゲーミングをやるんだと言って、ここをちょっとまとめてます。で、ここで大体ドイツの話が終わって、今度イギリスにちょっと話が移りますね。H.G. ウェルズと現代のホビーオーゲーミング、時代は大体一緒です。19世紀の終わりぐらいで、うん、20世紀で始め、まあ、ちょっと後ぐらいかな、さっきの話で。まあ、ウェルズ SF 作家として有名な人ですね。 SF も書いてますけど、ここだと世界史外観が一応取り上げられるか、うん、で、まあ、面白いのは平和主義者だったと。で、その人がなぜかゲームってこのゲームに興味を持ってて、まあ、フロアゲームとか、1911年だから日本でいうと日露戦争が終わって5年後ですね、まあ、有名なリトルローズをその翌年に出したり。面白いのはリトルローズって、まあ、弾飛ばして兵隊の人形を転がしてとか やってる割には、なんか知らないけど相手の軍隊を包囲しちゃうと捕虜にできるとか、で、捕虜にされたら今度は救いに行くルールとかもあったというふうに書いてるけど、うん、リトルローズ持ってないんで残念だから。リトルローズ持ってます。持ってます、はい、あります、こういうの。翻訳のやつが。翻訳のやつを、スキャンしたのは僕も持ってますよ。じゃあ、サムさんもスキャン、自炊したのがある。今、ドロップボックスに入ってるかな。ちょっとこれ読んでて分かんなかったんですけど、クリークスシュフィールって一般に公開されたんですか。これは一般に公開してないですね。今の自衛隊の頭上演習は我々が全然伺い知ることができないと一緒で。だから機密ですから。ええ。だからそれバレたら、敵のスパイにバレたら読まれちゃう。ウェルズはどうやってそれを知る。だからウェルズ、これはクリックスピードで別のアプローチで、リトルオーズっていう名前の兵隊さん使った戦争ごっこをゲーム化したんです。ただ軍隊って日本もそうだけど、いろんな国と交流するんで だんだんバレてくるんですね。日本の場合だと、メッケルが日本に来た時にこの頭上演習クリックスピールも導入してるんで、さっきのサバンも含めて。だから開国文庫にあるよってのはそういうことなんですけど。開国文庫ってどこに見れるんですか。開国文庫は開国文庫に行きゃ検索して出せば、うん、行かないと見れないですね。でも一般の普通に行きゃ見られるんですか。あ、見れます。で、お金払えば会員にもなります。絶対なりたくないから。金払って会員なら絶対なるかと思ってるけど。開校者でしょ。開校者、昔の開校者。場所はどうなの。靖国神社の中なんで、普段のところだね。だから正面行って横に行きゃあるんだけど、挨拶しないで横に行くっていう。あ、それも大人げないなと思うから最近はちょっと頭下げるようにしてるけど、非常によくしてくれるんで。資料に行ってお形ありますよ、うん、後で共有して、うん、まあいいや。でリトルウォーズの話に入ってるわけですけども、ウェルズは娯楽のためにこのゲームを考えたと。要するに遊びですね。で、まあ、そう、この頃のクリックスピルいろいろ各国に広まってるから、もう公開されてるって言い方はちょっとおかしいんだけども、
まあ情報入ってきてて、ウェルズも知人からクリックスピードまあ どんなふうに適用できてるのみたいなことは自分でまとめて書いた付録を添付してるってここに書いてありますね。でウェルズは審判導入したり図表で計算する方式に反対してて、多分めんどくさいからでしょう。でその回何やったかっていうと、戦闘結果実際にこう大砲とか、まあ、弾飛ばしてゴロンと当てて倒れたら死んだよみたいなことをやってたわけですけども、で物事って起こるべきものであり決定されるべきじゃないっていうのはこれもなんかななんかね、まあ弾が撃って当たったっていう現象があるだけであって、それ計算して出すもんじゃないよねっていう考え方だったのに、ただウェルズがこれ言うのってなんかすごい違和感があるんですよね、あの SF 作家の人なのに逆なんじゃないかと思えるんだけど、まあでも言ってるのは確からしいんで、ウェルズの SF ってなんかこうファンタジーっぽいっすよ。まあファンタジーのそうした的なところもありますからね、人幻想文学集とか出てるし日本でも、まあ、ウェルズの SF はそのサイエンスフィクションっていう文脈ではなくて科学ロマンスっていう文脈、うん、でもこう宇宙戦争と来るべき世界は全然解放されてて、うん、全然違うんで、違いますね。でまあ、ウェルズのこのアプローチで結局大規模な戦闘には適用できずって、そりゃそうですよね、大規模な戦闘って無理だからね何をやってるんだ君たちは、うん、でも戦闘級みたいなのあったらいいかもね、楽しいですよ、面白いですよ、ね、あのなんか大砲でねえ、あ当たった当たった、意外と遠くまで飛ぶっていう、これじゃないけど実際模型使ってやってる人いますよね、図表とか計算、あの戦闘結果表っていうのを今使ってて、実際に弾飛ばしたらやってないけど、やっぱりこう戦車の模型とか並べて打ち合ってみたいなことやってる人は未だに愛好家いますよ、ってか私もやったことあるけど、あの初戦でもそれ用の模型って売ってましたからね、去年ぐらいまでは。ゲームコーナーなくなったから多分もうないでしょうけど、あウォーハンマーなんかもそうじゃないですか、そういえばウォーハンマーメジャーで測りますよ、あれまんまこれじゃないですか、メジャーで測ってたりしてるけど、ウォーハンマーはこの流れですね、子孫でしょ、間違いなく、うん、ウォーハンマーはだからスクリックスピールじゃなくてこっち、完全にウォーハンマーじゃなくて、それこそいわゆるアバロンヒルゲームっていうのがクリックスピール、そうですね、まあ、大雑把に分ければパラフィールド、そうです、うん、あのまたそれはそれで影響あるんですけどね、でまあウェルのアプローチは軍隊にはあんまり受け入れられないって、それはそうですね、大規模な練習には使えないんで、まあ、軍隊の人たちが大砲でそのだから木の打棒をバンバン飛ばし合うもうなぜ受け入れると思ったので、まあその代わりにウェルズさんの考えたゲームっていうのはホビーの方では受けたと、うんうん、まあ今にも続いてますからね、うんうんうん、まあ、要するにミニチュア使った現代のゲーミングの、ゲーミング、うん、なんていうかな、パーラさんゲーミングって言葉日本で考えるとダブルミーニングで使っちゃってるんですけど、これ解釈難しいけど、この場合はゲームを遊ぼう方法のゲーミングってちょっと捉えてください、そういうふうに言うと数学的にはゲーミングじゃなくて、でまあ言わずと知れた HG フェリシオの名前の元の人ですっていうところで、でまあリトルオーズは兵隊の人間とおもちゃの大変を大量生産されるようになったこともあったんで、誰でもできる遊びとなったよと書いてるんですけど、パーラさんそれ関係あるのかなって気もするんですけど、ね、まあ、おもちゃの大砲が大量生産されないとできない遊びだ、それはそうですけどね、あのできるみんなができるようになったからすると全然別の問題ですよだと思いますよ、うん、当時の楽しみの人は本当にあのパンパン打ち合うのを普通にメインでやってたんです。いやでもあれあのゲームって基本的にはほぼ大砲で決まるゲームだと思うんですよ、うん、大砲でちゃんとその兵隊にぶち当てて倒してるかどうかで割と決まるルールだったはずなので、うん、なんかそれがないとあんまりやる意味がない、うん、何なんだろう、あの魚雷戦ゲーム的なノリですよね、うん、どっちかっていうと、でまあリトルローズは、まあ、なんかあの読んでいただければ分かると思うんですけど、明らかにそういうなんかバンバン大砲を撃ち合うことが好きそうな連中がやってる、うん、あの写真送ったやつの写真見てください、はい、あ、まあ、いいや、これはもう誰しもがこういい大人だっていう感想を言いたくなっちゃう、でも沢田さんのそのツッコミなかなかいい話で、その愛好家のいい年した大人がっていうのがチャーチル首相なんで、あ、あのあれチャーチルってウィドローズプレッシャーですか、一番いいのはあのリチャード・アテンボローが映画監督で撮ったあの戦争と青春だけ日本語のタイトル、本当はヤング・チャーチルってタイトルなんですけど、
チャーチルの若い時の自伝の映画化があって、その中のシーンで出てきましたから、なんだっけあれ、日本で言うと10代の時、チャーチルの夢の頃、これの全然前、はい、だからしくだって映画の終わりがあれ、防戦争の捕虜になって脱走してそこで終わりだから、要するに、ハイスクール、ハイスクールじゃない、いやパブリックスクール時代ぐらいの時に弟とまあこのリトルローズやってる場面があって、で父親に何があろうことか、裁縫が足りないんでもっと買ってくださいいつだかこう、裁縫があればあるほどプレイしやすいんですよねそれはもう間違いないんですけどこの辺バンバンちょっと軍事知らない人に分からない名前いっぱい出てきて申し訳ないですけど、その辺パーラーさんに怒ってください。でもまあ、ウィルズ の, その同じ時代の人に、アルフレッド・ティ・ジェーンですね、これフレッドって書いてあってるけど、アルフレッドとかフレッドで間違いじゃないんですけど、ジェーンって今でもマニアの間では非常に有名な人で、何かっていうと、ジェーン海軍連艦っていう毎年毎年出てる世界各国の軍艦の、あ、軍艦って船の海軍の連艦があるんですけど、それを作った人です。で本業お医者さんじゃないよ、ジェーンはなんだっけな、2代目編集者がお医者さんが本業なのか、ジェーンさんの方は本業地と何だとか違ったけど、どっちでもこれ半分同人誌の分厚いのを作ってるような感じで、ただすごいのがあっちこっちの海軍に手紙出して、今年どんな新しい船に出ましたとか恐ろしいこと聞いて、ちゃんと書いてくるんですよね日本海軍とやり取り、手紙やり取りしたの話もあって、今年は何々何を作ってたけど、これに関してはちょっとデータ公表まだ控えてくださいとか やり取りあるんですよね。明治大あたりだと、もう昭和になるとそんなこと全然オミットしてて、全然やり取りないんですけど、やり取りないけど戦艦ヤマト作ってるとか出ちゃったりしてるんですけど、どっから出てきたんだか知らないけどすごいですねなかなかすごい話がいろいろあるんですよこれ。で何がすごいって、一番最初の1898年版かな、写真がまだあんまりないんで、ほとんどこのジェンさん自分で絵描いて載せて、でね、今度これ本物、あの本物というか入江君持ってこようかな、あの船の絵が描いて下に ABCD って振ったんですよ。で何かっていうと、これ全海軍電化ってことで今通用して有名だけど、一番最初作ったのこれゲームのマニュアルっていうか、あのなんて言うんだろう、データ表なんですよね、うん、で ABCD って振ってあるのは、弾打って A に当たりました、 B に当たりましたってやるための、でまあこれも正確な縮尺のゲームで、あさっきのあの写真に出てあれに近い感じでやってたわけですけども、ちょうどいい写真持ってきてくださって、どうした、あのあそれ、うん、そんな感じでやるための、うんうん、データブックなんですよね、見えるかしら、いや、まあ、ビデオ映してない、あそうかデータ容量もすごい、でまあ、あのゲーム自体は、まあ、マス目が2000ヤード、まあ、1.9 キロぐらい、マス目の上で船を動かしていくんだけど、まあ、100ヤードぐらいの細かい動きがあります、定規とかあって、要するに上に当ててこう動かしていくんですね、ここからここまで行きます、でスピードによって動かせる距離違うからみたいな、そこでデータブックがいて、あこの船は10ノット出るからこれぐらいしか動けないんだなみたいにやってるんですけども、でまあ船それぞれに艦長役の、まあ士官が艦長の役やってまあ動かしていくんですけど、自分はじゃあここにこう動けますみたいな、で艦隊の司令官っていうのはアンパイアを通じてじゃないと艦長に命令が出せない、こう動けみたいな、それはその当時 あの命令伝達の難しさはまだ無線がない時代なんで、最初は表してると、まあ、そういうふうに言ってます。でね、これ砲撃ルールの書き方が私も読んでて実は申し訳ないよく分かんなかったですけど、あのパーラさんが書いてる通りに書くと、砲撃は木の板で目標板を叩いて行うとクリケットみたいなよく分かんないんだよこれそれじゃないと思うんだけど、攻撃からバンってやって当たった当たんないくらいのレベルで多分上からなんですかね、かじゃないかな、これと押すんですよ分かんないピンボールみたいな、そうそうそうビリヤードで、まあパーナスの活況だとそれぐらいしか受け止めないんで、うん、でまあジェイさんこの細かい船が一回一回動いていくようなゲームを、もっと大きな、まあ、海軍の戦略考えるようなゲームを作ってましたよと。でこのジェーンのゲームってアメリカ海軍が当時やってた図上演習とか兵器演習のやり方に似てて、あだからその写真があって言ったんですけど、で告示してるって言うけど、これパクったのことがわからないですね、分かりようもないし、で、まあ、アメリカってやっぱりこの時代からアメリカ人ってアメリカ人なんですね、パクられて怒るという探検とかうるさい国だなってさすがに怒りを買ったところで、ジェーンってレッドイギリス人ですよね、いやこの頃のイギリスとアメリカってなんか悪いですよ、あ、いや別になんかそのアメリカ人の怒りとかどうでもいいじゃんみたいな感じになるかなっていう、
でアメリカ人が、国連だけの話、そう、時代が第二次世界大戦前の1940年まで飛んじゃいますけども、うんうんうん、リッチャー・プラットっていう、これ海軍軍事ですね、海軍オーゲームっていうのがアメリカで出されて人気があったと、うん、リッチャー・プラットは前なんか出てきた、ね、あ、クアラの時出てきたっけ、あの足元にウォーゲームス、あー、まあ、フレッチャープラットは本役ありますよ、はいはい、スプレーグ・ディ・キャンプとフレッチャープラット、ハロルド・シェイっていう、うんうん、いわゆる異世界大きくファンタジーの、うん、最初のコード作で北欧神話の世界にこう異世界転生したし、その次はあのスペンサーの新戦場フェアリークイーン世界、はい、あのアリオスとクレール・オルランの世界、古典の世界に現代の人が行っちゃうっていう、うんうん、古典のファンタジー、古典の奇妙小説、妖精物語。アメリカって結構この時代からその辺つながりあるのかな。え、いや、アメリカってなんかつながりあるのかな。やっぱりアメリカ人の頭の中って戦争的なものとそういうファンタジー的なものが最初からごちゃごちゃ入ってるような、そういうわけでもないのかな。いや、そんなことはないと思うんですけど、要はこう SF 大会に行ったらゲームの部屋があるみたいな、うんうん、興味の方向性が近い人が見つかりやすい、はいはいはい、はい、ということではないか、まあ、プラットの頃は SF コンベンションとかなかったのかな、まあ、いや、時期がいつかにいつ1930年代にはなってもおかしくなさそうなアメリカだから、ないか。でまあ、その九段のプラットさん、1939年実際に起きたラプラト海戦というのを例に持ち出して、まあ、商業と軍事用のゲームの両方の伝承の一部になったと、まあまあまあ、要するにやれるよということですね。ワールドコンは1939年から、うん、あ、でもファン活動はもうちょっと前からありますよね、はい、ファン活動するから、アッカーマン、フォレスト・アッカーマンが入ってる、うん、ワールドコンが1939年から39年。というとしかしすげえな、第二次大戦の直前にそのことやってたんだ、ね、年ぐらいか、恐ろしい国だまあ、でそこで20世紀前半には、まあ、ウォーゲームっていうのは民間と軍両方双方の間で進展しましたよと、しかし実際に大戦が2回あると戦争自体が、まあ、恐ろしいもんだっていうのは分かっちゃうんで、いや、やっぱそういうのは良くないよねっていう、まあ、もう物がだからね、物が物だけど、結構これでも日本のミリタリーマンやって日本が特別でも持ち出すけど、ヨーロッパでも別に普通にあるんですよね、軍事って良くないよって話は。日本だけなんか変な危機感あるみたいな言い方してる人いるけど、そこは強く言いたい。そりゃそうだよね、普通に考えて、戦争危機がどこでもあるでしょう、ね、まあ、元々だって戦争反対とかそういった平和運動ってイギリスあたりが本当じゃないですか、日本なんかに全然、あえてそういうことを無視して日本人はまあ愛国心がないとか軍事興味ないとか言いたい放題なことを言うのはちょっと違うんじゃないかなと私は軍事に関係ある人間として強く言いたいですね、逆に。まあ戦争に対する危機感が出てくるんだけども、だからゲームでも南北戦争とかの方がむしろ、まあ、ここでまあ脱出ゲームが分からずも、封鎖突破のゲームがほぼ迷路なんで、リアルだとやっぱり辛いなんですよね。5年前にやった戦争を再現しましたって言われて、ちょっとみんなにしますよね。5年前から南北戦争がアメリカに関してはすごいシビルウォーですから、被害が大きくて、そうね、今1945年で1864年に起きた戦争だと、まあ、じいさんの代の戦争だから少しはぐらいな、まあ、来てる人はほぼいないから行ったぐらいですよね、うん、だからやっぱり地上戦になっちゃうとね、うん、だからこう江戸時代の戦国大名みたいな現実は日本でもあるけど、そう、ね、西南戦争とかは使ったウォーゲームなんて見たことない、うん、ないですね、西南戦争はさすがにね、うん、はい、とか戊辰戦争、戊辰戦争はある、戊辰戦争もでも、あ、あ、一応あるか、でもどっちかというと同人の方が多いかな、そう、うん、間違ってもこう、長州藩の会津政党とかできるはずないから、うん、日本でやった日には大変なことになるんで間違いないですから、ね、まだ怒ってますからね、まさあ怒るでしょう、あれは、まあ、逆に長州の人反発して、いやいや、あいつの、なんて言うんだろう、自虐士官じゃないけど、反発してますけどね、でそんなことやり合ってるじゃとても無理じゃないですか。まあ、それで、まあ、だから南北戦争もので、封鎖突破のためのゲームっていうのは、非常にだからそういう意味ではいい方向性に、要は、追っ手をかわして逃げるっていうことだったら、まあ、まあいいよね、みたいな。テーマってことですよね、迷路ですもんね、なんか。ただこれ今テーマでこれ仮に出してユーロゲームだったりするとまたそれはそれでちょっと物議を醸すの、まあ、ユーロゲームにはなんないですからね、戦争はなんかありましたよね、ドイツのユーロゲームではないないですね、うん、他の国だと別に今、ああ、そうかそうか、
特に南北戦争は黒人奴隷問題絡んじゃうんでね、いろいろまた封鎖突破ってこれ南軍が主役のゲームになっちゃうんで、うん、それはまたいかがなものかって今なら出てくるでしょうね。奴隷制のディストピアが展開されるわけでしょう、ね、そうそうそう、それじゃあゲームしてどうなんのって、あのなんだっけ、あの列車が最後目的地があれっていうゲームは、まああれはネタでやってるからいいけど、商業用ゲームとは言えないんで、まあそういう扱いしかできないでしょうね。それで言うと、まあ ちょっと時代が戻りまして、20年代か30年代にイギリスでストラテゴが出の、まあ最初の方の版が出たと。まあ戦争チェス的なもんだよって言ってるけど、どっちかというと軍事将棋ですよね。軍事将棋がいつのものなのかって結局よくわからない。対象だね。これ多分ステラってストラテゴが影響されるから来てるでしょうね。何かに寄稿したらしいのよ。あ、そうなの。日記に書いててそれが見つからんのかよ。仕事的な雑誌が取れないんだ。メールから返してくれます。なるほど、じゃあ少しは。でまあ、この時期大戦間期ってやつですね、いわゆる一大戦が終わったドイツで、シュタクテンスピールとかなんかね、パーラさん役チャイニーズチェッカーに似てるそうです。うん、嘘か本当か知りませんけど、これはでもユーロゲームの歴史やった時に確か出てこなかったですよね、このゲームは。やってないと思いますね。ないはずですね。影響あるんじゃないかなって気もしないではないんだけど、でまあナポレオンの戦争とかデンマーク戦争とか法戦とか仏戦争とか、まあ第一大戦のゲームが出たってのはある意味すごいんだけども、ただまあそれテーマにしてってことですね。うん、もちろんそうでしょうね。ただドイツにとって第一大戦のテーマってかなりきついものがあったと思うんですよ。敗戦国ですから。そうだね。パーラさんが図面からどう引っ張ってきてこれ書いてるのかよくわからないんで気になるんですけどね。でまあしかもこの一連の流れの戦争ゲームって歴史研究が凝りすぎてドイツは広まらずに終わるって書いてるけど、いやテーマのせいじゃねえかなという気もしないではないです。ただ明確に書いてないですね、それは。でここでまた一周回ってドイツで戦闘チェスが考えられちゃうと、11時か。じゃあここで切りゃいいんですよ、ね、次に終わりそうです、ね、次で次でじゃあ一周は終わります。ここ面白いですよね、うん、なんかパーラさんの独自見解がなかなか、うん、まあまあ確かに私的には読みにくいけどツボなとこありますね。チェスの影響がなんかあちこちででかいんだなっていう感じとですね。いや、ドイツ流れとイギリス流れの2つがあるという、うんうん、なんでその2国なんだろうって気もしますけどね。結局後々ユーロゲームの層を作ったのドイツじゃないですか。そうですね。あ、まあ、クイックスピールかの文脈は確実にあるでしょうからね。でイギリスの、まあイギリスはそのスタートからして、まあ、ミニチュアゲームなわけですけど、ね、まあ今でも連綿と長々伝統が。そもそもミニチュアみたいなの好きですよね。好きですね。大好きですね。ナポレオンのミニチュアを集めるっていうか、本当になんかあの鉛じゃないか、今すぐホワイトミサイルのそういう、もうデパートでいくらでも売ってますもん、うん、あれは最初は何用として作られたんですか。何ですかね、うん、フランスの割と子供向けの絵本っぽい歴史的な本見ると、うん、貴族の子弟の勉強用、うんうん、軍事の勉強用なんですか、みたいなこと書いてあって、ただそれは正しいかどうか分かりません、ね、ただそんなこと書いてあったんで、まあ刷り込みじゃないですか、刷り込みいつも身近にこういうものがあると。そうそうそう、しかも実際あの動かすときはこう動かすんですよ的なことを、あ、要塞ってこう言うんですよとかやってたらしいですよ。